はい、こんにちは。春大リメンバーの豊田優馬です。今日は、はい、今日も兄さん相談会での続きとなります。はい、はいはい、それでは僕の方から最初に藤さん、優香さんに質問したいんですけど、大東文化に通ってて、はい、正直学歴コンプレックスじゃないんですけど、うん、やっぱり学生小さっていうのは就活してて感じる時があって、はい、ぶっちゃけお二人、なんか学歴差感じるなだったりとか、はい、体験談として、はい、ありましたか？あるでしょ。あるの、まあ、それはね、学歴ルターはあるんですよね。なかったらおかしいじゃない、うん、普通に、うん、頑張ってるんだから、まあ、だから逆に言えば別に他のことをやれば全然いける説はありますよね。とにかく研究自体の取ってくるのでいきそうじゃない？一つの指標としてめちゃくちゃ大きめなんだけど、教室が開いても他のところで何かやってたりとかすればそんなに問題ないですね。特に、ね、僕が受けた系の業界はなんか IT とかそっちの方は、うん、まあ、あんま関係ないんじゃないかなと思います。ありがとうございます。私が学歴リューターを感じたのは、まあ、もちろんその BS の通りやすさからもそうだけど、はい、他の頭のいい学歴がいい子に比べて自分の方が成長速度が遅いな、うん、っていうのを感じたのでっていうことですね。あとはあれもあるよね、周りが意識高いから自分も受けなきゃいけないとか、まあ、いい大学行ってるんだからいいとこ行かなきゃダメだよって、まあ、友達にも聞くんですよ。プレッシャーがあるらしくて、僕とかもないし別に周りも行ってないからそもそもその発想に至らないというか、うん、自分に合ってるのは別にいいなぐらいの感覚なんで、そもそも受けないっていうのもありますよね。だから最終的には割合がめちゃくちゃ少ないっていう、どこも先輩になってくると有名企業に。そもそも受けてる母数が少ないっていうのも、いや、めちゃくちゃあるんじゃない。うん、周りの僕の友人なんかもやっぱ有名企業とかは結局高い学歴の人が取ってるから、うん、もうそもそも受けないっていう思考の人多いので、その場合は受けた方が絶対いいっていうのは藤さんから言えますか？受けた方がいいんですよ。あとさ、もう思ったのが、学歴高い人って努力家の人多くて、人によるんですけど、学歴低いほど細々としたところに対して注力するの苦手な人が多いのかなと思ってて、その時に思ったのが、めっちゃ就活ちょっと細々してる作業多いんですよね。に対してめっちゃやってるんですよ、見たら。スペシャルでもうバーって全部の質問出して全部答え書いてて、でもう何十時間かかったのみたいなやつを医者たちやってるから、あ、これ受かるのみたいな感じがして、だから学歴っていうのもあるんですけど、もちろんそこに加えて頑張ってる量も違うし、みたいな、普通に人としてすごいから受かるっていうだけだなと思いますね。結構周りの環境とかもある気がしますね。言い方良くないかもしれないですけど、そこまで勉強熱心にしてない環境にいると就活に対してのモチベーションっていうか、そういうのが低い学生が多いので、まあ、ある意味なんか高い学生の中に思われるっていうのは大事なんですね。はい、じゃあ次は、就活であった面白いだったり、動いただったり、うん、思い出に残ったなんかエピソードとかあればお聞きしたいです。マックの充電切れたことある？面接中？うん、でもね、通ったんだよね。なんで？どのぐらいで切れたの？グルディスでみんなで終わった後にフィードバックなので、そうなんですねって言って誰かが発表してる瞬間にブチッて切れた。まあ、これうちが悪いんだけど、もともと充電が入ってたのね、で高速充電のやつじゃなくて、高速じゃなくて普通に結構ゆっくり充電する Mac の充電器させてて、ズームとかでどんどん充電がなくなっちゃって最終的に消えちゃった。それを生かしてその後は充電ちゃんと見るとか。そうそうそう、もう 100% に前日に使いましたっていう。普通にさ、なんかアップデートとかあるじゃん、誰かそれでミスしてたよね。アップデート終わってなくて、池田さんに言ってなかった。池田さんか、うん、あと、スラックの通知とか、うん、自分が発表してる時にポロンって、わかる、めっちゃそう、だからスラックの通知を切るっていうのをめっちゃ確認してる、うん、オンライン面接ってイヤホンで受けちゃダメ？いや、画面共有とかしてる時に私ちょっとだから、たまにピロンって鳴ってるの聞こえてる。そう、イヤホンでも、あのマイクオンだと絶対聞こえてる。聞こえてるんだよね。しかも、なんかあれ、この人なんか仕事の業務連絡のやつ来てるみたいな。あとそれでちょっとスラックのさ、方面行っちゃった時とか、あー、こいつ集中してないなって。いや、追われるか。面接官の立場だったら嫌かなって、集中してないね。確かに、確かに。なんかさっき言いかけてなかった、やらかしトークよね、やらかしトーク。あ、やらかしトーク、はい、
ゆかさん。やったー。 ES の設問の回答をコピペして貼るじゃん。でもその貼るときに逆に志望動機のところにガクチカ書いちゃって、ガクチカのところに志望動機書いちゃったんだよね。そうそうそう、 ES 見たくて確認したら全然関係ない、ガクチカに対して私がレイレイがしたいですみたいな。これで落ちたなと思ってバカじゃんとか思ったら、次のやつ見たら質問が変わってて、あ、入れ替わってるゆかちゃん、え、出しちゃったのって言ったら出しちゃった。あ、変更できなかったから、うん、落ちちゃった。あ、やっぱりね、意味わかんないもん、意味わかんないもんね。いやでも確かにそこからは一回周りにいる人に確認してもらって、だから家だったらお母さんとか、あ、偉い、偉いね、一度見せてるかな。え、確かに、あるよ。でもグレディスカメキロン、グレディスダメなんですよね。一緒に仕事したらさ、めちゃくちゃ仲良くなれる人なんだけど、バルトでもグレディスってあの短期のさ、違うよね、グレディスさ、全然あるんじゃ絶対わかんないと思う。なんか1時間で自分をアピールしてって、そういうタイプじゃないから、まずそもそも超人じゃないと思う。いやもうずれやるよ。でもグレディスでさ、働いて一緒に働いたらどんな感じかわかるっていうけどさ、うん、グレディスと普通に働いたってマジで全く違うな。全然違うと思う。で一緒にミーティングすればわかると思うけど、うん、ミーティングめっちゃ得意なのよ。俺自分でもなんだけど、悔しいっすね、あれめっちゃ。え、自分もさ、アピールしようとしすぎてんじゃない？いや、黙っちゃうんだよね、逆に。就活に対する不満が普通の。就活に対する不満。最後にさ、そのいい結果を残すところがさ、多分目標になってるじゃん。うん、いい発表をするところが、そうじゃなくて、なんかその過程で自分が働きやすいと思われること。ことが結果だから、うん、そうだね、最後にグルディスでヤバい人いて、うん、1分の発表なのに10秒ぐらいで発表して、みたいになった時あって、でもそれでも取ったから、結局その結果じゃなくて、あ、の気がしてる。あ、なるほどね。次なんですけど、次、就活あるある話。これはもう4人でタッグにお話ししていただければいいな。就活あるある話は、全然、なんかちょっと合コンだと思ってるっていう。グループの？なんか出会いのなんと思ってて、はい、あー、でも出会いっていそうだ。グループディスカッションとかでとかとか、オンラインじゃなかったら対面があるじゃん。あ、うん、そのままグループだったら帰り一緒になんか飲み込むよとかさ、あるじゃない。え、実際その後とかある？ズームで連絡先聞かれたりとか、そういう出会い系を求めてる系メンズに出会ったことある？あー、あるわ。あるんだ。結構メンズ狙われがち。出会い系メンズ狙われちゃうんだよ。さっきの話以外にありますかね。ぶっちゃけ練習重視してましたかっていう。してました。